ありがとう。これで俺たちは夫婦だね。その言葉は嬉しかったのに、次の瞬間に彼の態度が一変した。私の名前は泉、32歳の会社員だ。実家の両親には、いつになったら結婚するんだとよく言われている。私の実家は田舎にあって、両親にしつこくお見合いを勧められたこともある。きっぱりと断るのも悪いかと思って、曖昧に返事をしていたら、なぜか勝手に婚姻届を出されそうになり、大変だった。三つ年下の妹は、早くに結婚して子供もいるので、両親としては私のことが心配らしいが、正直なところ放っておいてほしい。私はやりたい仕事もあって、地元を離れているけど、両親から連絡が来るたびに、結婚はまだかと言われるし、私も心のどこかで自分が結婚できるのかと不安に思っている。職場でも寿退社をした人が多く、後輩の結婚ラッシュで焦りも出てきた。そんな時、後輩の結婚式で出会った男性がいた。彼の名前は陽次。人目を引く容姿で、その礼服姿は王子様のようだった。そんな彼の周りには、女性が群がっている。世の中にはあんな完璧そうな人もいるんだなぁと、その様子を遠巻きに見ていた。少しだけ彼が私の隣に来た時に話す機会があり、名前と取引先の人だということはわかる。翌週、仕事で挨拶に行った取引先で、私は運命の出会いを果たす。この間の結婚式で出会った幼児だ。こんなところで会うなんて運命ですね。考えてみれば取引先の人間なんだから運命でも何でもない。でもこの時の私はそう思い込んでしまっていた。そして何度か一緒に仕事をするうちに食事に誘われるようになった。幼児はどういうわけか私を気に入ってくれたらしく交際を申し込まれる。私はそれを受け入れたが、交際までの期間も短く、すぐに結婚話も出て、私は騙されているんじゃないかとすら思う。でも、この年だし、付き合うなら結婚を前提にしたいんだ。という彼の言葉を信用することにした。その裏には、私の両親を見返してやりたいという気持ちもあったのかもしれない。幼児のような素敵な人と結婚すれば、両親は私のことを見直すだろうと思った。幼児との結婚の話は進んでいたけど、職場には言わないでほしいと幼児から頼まれた。取引先同士だし、結婚すると知られたら何かと面倒だという。それもそうか。私はいつも幼児の言葉に納得してしまう。ある日、帰りに幼児と食事に行こうと待ち合わせをしていた日、私は先輩の静香さんから声をかけられた。泉さん、今日の帰り時間ある？私が新入社員の時に面倒を見てくれていた先輩で、美人で仕事もできる憧れの人だ。世の中の男性は何を見ているのか、この人が独身なんて信じられなかった。私は約束があると言うが、静香さんは言いづらそうに口を開いた。それって、取引先の幼児さんのこと？その言葉に私は直感が働く。静香さんも私が幼児と知り合った結婚式には来ていた。もしかして幼児のことが気になっているのかもしれない。こんなに素敵な人が彼に声をかけたとしたら、私なんて到底太刀打ちできないし、静香さんを彼に会わせてはいけないと思った。違いますよ。友達と食事の約束です。私がそう言うと、静香さんはどこかほっとしたような顔をして、今度時間作ってくれる？と言う。私は疑問に思いながらもうなずいた。それからも静香さんに声をかけられると、幼児を紹介してほしい、なんて言われるんじゃないかと思ってしまう。彼のことで何か私に言いたそうにしているのが伝わってくるので、私はことごとくシャットアウトし、他の話題に転換して、静香さんに話をさせないようにしていた。しかしある日、幼児と食事を終えて歩いているところを静香さんに見られてしまう。
その時は静香さんが話しかけてくることもなかったし、後から連絡もない。だから私はもしかしたら付き合っていることがバレたかもしれないけど、静香さんは幼児のことを諦めたのだろうと勝手に思った。その翌日、私は幼児に呼び出される。ちょっと行きたいところがあるんだ。そう言って助手席のドアを開けてくれたので、私は車に乗り込む。この車は少し前に二人で買いに行ったものだ。高い買い物だったけど、こうして二人でドライブができて嬉しい。しばらく走って車が止まる。そこには一軒の民家だ。私が疑問を浮かべていると幼児は言う。俺の実家、両親に挨拶をしてほしいんだ。突然のことに心の準備ができていない。ちょっと待って、それならそうと言ってよ。デートのつもりだったからおしゃれはしてきたけど、彼の両親の元を訪れるのならもっと準備が必要だ。いずれ結婚するんだし、まず両親に会ってほしいんだ。俺は泉とすぐにでも結婚したいと思ってるから。真剣な目でそう言われてしまうと私はドキドキしてしまう。でも結論を出さずにいると幼児は言った。俺、泉の会社の人に今度話がしたいって言われてるんだよね。その言葉に私は静香さんの顔が浮かんだ。もしそれが静香さんなら、彼女の座なんて取られてしまうかもしれない。そうなる前に彼と結婚しなくちゃ。私はそう自分で思い込んで車を降りる。家に入るとお母さんが待っていた。年齢を感じさせない美人だ。挨拶もそこそこに座るとお母さんがお茶を入れてくれる。この人が私のお母さんになるのかと考え、幼児と結婚しても大丈夫だろうと思った。しばらく談笑していると幼児が席を立って戻ってくる。その手には驚くべきものが握られていた。これ書いてもらえる？それは婚姻届だった。え？今？さすがにそんな展開になるとは思っていなくて戸惑う私に、幼児は笑いながら言う。来週、付き合って半年の記念日だろ。提出するのはそこにしようか。泉の実家にも早めに挨拶に行こう。結婚する意思は固まってきたとはいえ、まだ両親に会わせてもいないうちから婚姻届を書くの？でも、幼児はモテる。結婚式の時にも、幼児には女性が群がっていたし、今断ったら、こんな素敵な人との結婚がなくなってしまうかもしれない。提出するのは来週と言っているし、記入するだけなら問題ないだろう。私は婚姻届に記入した。ありがとう。これで俺たちは夫婦だね。幼児は笑った。そして、次の瞬間に私の手を掴んで、2階への階段を上がっていく。何事かと戸惑っていると、とある部屋の前で立ち止まった。幼児がその部屋を開けると、異臭がする。父さん、今日からこの子が父さんの面倒を見るからな。私はその部屋に押し込まれ、ドアを閉められた。薄暗い部屋の中には、ベッドがポツンと置かれている。そこには、先ほどのお母さんの装いとは違って、やつれているお父さんが横になっていた。ドアを開けようとしても開かない。ドアの向こうから、幼児の声が聞こえてきた。父さんは足が悪くて寝たきりなんだ。泉はうちの嫁になったんだから、父さんの介護を頼むよ。職場には俺から事情を説明しておくから、後で退職届を書いてくれ。私は青ざめて大きな声を出す。ちょっと待って、どういうこと？婚姻届だってまだ出してないじゃない？婚姻届はこれから出しに行ってくるよ。泉はもううちの嫁だ。食事は母さんが運んでくるから、泉はこの部屋で介護を頼むよ。幼児の足音が遠ざかる。お父さんは弱々しい声で謝ってくるが、この人に罪はない。いきなり2階に連れて来られたので、スマホもカバンの中だ。外との連絡手段がない。とにかく私は部屋の窓を開けた。日の光と風が入り込んできて、少し気分が落ち着く。窓の外に目をやると、
幼児が玄関を出ていくのが見えた。もしかしたら婚姻届を提出しに行くのかもしれない。まさかこんなことになるとは思わなかった。これからどうしよう。さすがにこの窓から飛び降りるわけにはいかないし。考えているとインターホンが鳴ったので、私はもう一度窓の外を見る。静香さん、どうして？耳を澄ますと、かすかに静香さんの声がする。泉はここに来ていませんか？どうやら私を探してここに来たようだ。でも、どうしてここへ？お母さんの怒っている声が響き、ドアが閉まる音がした。静香さんは追い出されたようだ。ここから大声を出せば、静香さんは気づいてくれるかもしれない。でも、同時にお母さんにも気づかれるだろう。そう思って声を出せずにいると、門が閉まる音がした。私は絶望して、窓を開けたまま、ぼんやり外を見ている。すると、私の視界に静香さんの姿が目に入った。驚いて身を乗り出すと、彼女は身振り手振りで何かを伝えようとしている。ここから飛び降りろと言っているようだ。確かに、ここから出るにはそれしか方法がない。でも、2階とはいえ、飛び降りたらただでは済まないだろう。考えていると、お父さんのかすれた声がした。幼児がいない間に行きなさい。私がその声に振り返ると、お父さんは部屋の隅にある布団を刺した。私は覚悟を決め、その布団を抱え、窓から落とす。静香さんも塀を飛び越えてそこまで来てくれた。お父さん、すみません。そう言うと、お父さんはうなずいた。私のせいで申し訳ない。言葉は少ないが、初めて会った私にそう言ってくれたお父さんの言葉に押され、私は2階から飛び降りた。ドサッという音とともに、私は布団の上に着地する。生きた心地がしなかったが、静香さんに起こされて走って家を出る。音に気づいたお母さんが玄関を開けたけど、その頃には私たちは家の敷地を出て道路を走っていた。痛みも怖さも必死すぎて感じる余裕がない。少し走ると静香さんが停車している車に乗るように言う。私が躊躇せずその車に乗ると静香さんが車を発進させた。大丈夫？静香さんが心配してくれるが、私はずっと混乱している。あの優しかった人が婚姻届を書いた途端に豹変して私を閉じ込めたなんてまだ信じられない。そこで私は気づいた。あ、婚姻届。私は婚姻届を書かされ持って行かれたことを話した。今から役所に行っても間に合わないかもしれない。でも、このまま放っておくわけにはいかない。私たちは役所に向かい、その途中で静香さんが少し話をしてくれた。今から1年前、静香さんの妹が結婚したそうだ。その相手が幼児。私と同じように婚姻届を書くように仕向けられ、書いた途端に父親の介護をしろと部屋に閉じ込められたらしい。突然妹と連絡が取れなくなって、静香さんは親と相談し、警察に捜索願いを出した。自分でも妹の職場で聞き込みをして、ようやく幼児の存在が分かったらしい。家に無理やり乗り込んで、妹を見つけたという。まさに私と同じだ。泉が、あの男と一緒にいるのを見かけて、心配になったのよ。話してくれなかったけど、嫌な予感がしたの。今日もスマホに連絡したけど、出なかったでしょ？そういえば、幼児がいきなり実家に行くと言い出してバタバタしていたので、スマホはカバンの中に入れたままだった。もうカバンも取りに行けないし、スマホは解約しなくては。両親にも事情を説明するのが面倒だなぁと思った時、私は思い出した。私、不受理届を出しているんだった？静香さんが不思議そうに見るので説明する。前に、両親にしつこくお見合いを勧められて、いつまでも結婚しないなら結婚相手を勝手に決めるって言われたことがあったんですよね。私は恥を忍んで話した。断るのも面倒で適当に返事をしていたら勝手に婚姻届を出されそうになって、
役所に相談したら不受理届というのがあることを知ったんです。静香さんに説明しながら私は自分の頭の中を整理する。その後結婚に縁がなかった私は不受理届を取り下げることすら忘れていた。不受理届の効力は無期限だと言われたはずなので、幼児が婚姻届を出しても結婚は成立しないだろう。とはいえ本当に大丈夫なのか心配なので役所に向かった。車に置いてあった靴を借り、私は静香さんと一緒に役所に入る。すると窓口で騒いでいる幼児の姿が見えた。向こうも私に気づいてずかずかと近寄ってくる。私は幼児のことが怖くなっていたが、今は静香さんがいてくれるから心強い。印鑑持ってるか？私のところに来た幼児の第一声はそれだった。婚姻届の押印の欄が空白だったので再提出するように言われたらしい。持ってるわけないでしょ。私が冷たく言うと幼児は罵声を浴びせる。なんだよ、それに気づいてここに来たわけじゃないのか。勝手に出歩きやがって。父さんの世話はどうしたんだよ。それになんだこの女。今まで見たことのない幼児の態度に驚く私。幼児は静香さんの顔をじっと見て声を上げた。お前は。静香さんは言う。妹と後輩が世話になったようね。もうあなたの顔を見るのはうんざりなの。さっさと私たちの前から消えてちょうだい。すると幼児は激怒してその矛先を私に向ける。なんでこんな女といるんだよ。お前はうちの嫁なんだからしっかり父さんの介護をしてくれよ。私はその態度にイラついてきた。誰があんたなんかと結婚するのよ。親子でグルになって騙してお父さんの介護をさせようなんておかしいでしょ。それに勝手に婚姻届を出すなんてひどいじゃない。幼児は笑った。お前みたいな地味な女が俺と結婚できるんだぞ。こんな機会逃したらお前一生独身だけどいいのか。あんたみたいな人と結婚するくらいなら一生独身で結構よ。顔もいいし背も高いし優しいと思っていたけど、冷静になってみたら結婚するからいいだろと車を買わされたし、勝手に予約した高級ディナーの支払いも私だった。あなたと結婚できるならそれでもいいと思っていた私がバカだったわ。そうだ、幼児と付き合い出してから高額なお金が一気になくなることが増えた。高級レストランで記念日のディナーを予約したからと言われ、行ってみたら財布を忘れてきたというから私が支払いをしたし、少し前に買った車だってローンを組むと利子の分がもったいない、いずれ結婚して二人の財産になるんだからと貯金のあった私が支払いをした。静香さんが横から口を挟んだ。それって結婚詐欺じゃない？私はその言葉にハッとする。詐欺なんかに引っかからないと思っていた私がまんまと結婚詐欺に引っかかっていたのだ。幼児は慌てて、詐欺じゃない、こうして婚姻届を出しに来てるんだしと言ったが、私はすかさずこう言う。婚姻届なら受理されないわよ。だって私不受理届を出したままなんだもの。残念だったわね。あなたのこと結婚詐欺で訴えてやるわ。幼児の目が点になる。これ以上ここにいても意味がない。私は幼児を置いて静香さんと役所を出た。私と静香さんは車に戻るとため息をつく。ああいう男が詐欺師になるのね。自分が詐欺に遭うなんて思ってませんでした。静香さん、本当にありがとうございます。静香さんが幼児のことを奪おうとしているんじゃないかなんて少しでも考えてしまった自分が恥ずかしい。でも静香さんは笑って、泉が無事でよかったよ、と言ってくれた。2階から飛び降りた私の足は意外と丈夫で、念のために病院に行ったが、ごく軽い捻挫と言われた。私は静香さんに紹介してもらった弁護士に頼み、結婚詐欺の慰謝料を請求する。細かい数字は覚えていないけど、車と高級ディナーの分はきっちりと返してもらえてよかった。その後、私は静香さんと相談をして、
幼児のお父さんのことを役所に通報。幼児とその母親は介護を放棄したとして罪に問われている。お父さんは施設に移ることができたようだ。幼児の仕事を引き継いだ担当者は話好きな人で、私もそこまでの話は聞いたけど、その後のことは誰も知らない。静香さんはその後、会社の上司と結婚したけど、今でも退社せずに働いている。私はといえば、重要な仕事も任されるようになって、仕事は順調。毎日充実している。